まあ、これまではですね、少しこういった年金やいろんな意味での歪みがありまして、その制度改革を試みる数年間、政治の世界もありました。でも制度を変えるということは、一旦作り上げたことを変えていくことですから、どうしてもこれまでの制度に慣れた部分についてはですね、歪みで痛みが生じるわけでございます。そして新しい制度に、人口が減少する時代になって、これから少子高齢化に新しい制度で、きちっと対応するための新しい制度を作り直していく。その作り直す、慣れるまでの間というのは、何か居心地が悪くて、やはり痛みも伴うものでございます。その間の過渡期は、どうしてもこの格差が生まれたり、いろんな境遇が変わってしまう。そんな人間関係も出てくるものであります。ちょうど我が国日本社会というのは、この過渡期にあって、いろんな歪みで格差も、ある方々の言い方からすれば、格差が増えたんじゃないだろうか、そんな言われ方もしていた昨今でございました。この被災地におきまして、多くの方々が同じ体育館、避難所の体育館の床の上で日夜を共にしておられる。そこには、それまでの生活が、ご生活がどれだけ様々な方々によって違いがあったとしても、いざ被災者となった今、同じ体育館の床の上で夜も日夜共にしておられる。そんな境遇、そして食べ物の配給も、最初はですね、震災直後は1日おにぎり1個、1世帯あたり1個、それを家族のみんなで共有して食べた。お水も限られた配給、それを皆が同じ思いで受け取っておられる。そんな中で、格差というものは全く消滅をして、そういう中から、我々はみんな同じ境遇じゃないか、そこから新しい絆や連帯感というものが生まれてきたのだろうというふうに思うわけであります。同じ境遇というのはですね、こういう危機の時には、大変絆という形で連帯感として力の源泉になっていくものであるということが今回示されたわけでありますが、少し悩ましいのは、危機が去って、今度はいざ経済発展させなければいけないという時になりますと、今度は同じ境遇、全国皆さん同じだとなると、誰が率先してリードを取るんだろうかと、やや悩ましい問題にもなるわけでありまして、そのあたりがやはりメリハリの効いて、うまく日本の国家運営として、そのあたりのこのさじ加減をうまく操作していっていただく、そんなやはり行政、そして政治の手腕というものも試されているんだろうなというふうに思うところでございます。話が少し前置きが長くなったわけでありますが、やはりこの伝統と文化、こういうものを大切にしながら、今こそ日蓮宗のお力が発揮されるべき時、これまですでにこうしたボランティアの活動、救援活動も通じまして、東北地方ではかなりご支援を頂戴いたしているというふうにお話を伺っている通りでありますけれども、今こそこれから復興期に向かう日本社会において、社会の復興でもあるということを重々私も認識をし、そして日蓮宗の関係の皆様方には、心の絆、この心の絆こそが日本社会の復興期においても大きな日本人としての力の源泉になるんだということを強く認識をし、皆様方のご活躍もご祈念申し上げたいというふうに思うわけであります。男信徒の皆様方も、日蓮宗のお寺様で同じお寺様に通われて、そしてお堂の中で本当に同じように読経をされる中でですね、おそらく皆さん連帯感と絆というものを、持たれるものだろうというふうに思うわけであります。今はそういう意味で、先ほどから申してますこの絆、今こそ若者にもこの絆の連帯感というものをしっかり持って取り残されることないよ。そしてむしろ若い人たちがこれから日本を引っ張り上げていく役割なんだということを、若者たちにどうやってこれから伝えていくかということが大きな課題ではないかなと思うわけであります。今の若い人たちは、ああしなさい、こうしなさい言ってもですね、なかなかついてきてくださらないわけでございますが、特にこの大震災を受けまして、このああしなさい、こうしなさいなんて言ってお願いをしている余裕すら、我が国日本社会にはなくなってしまったわけであります。もうとにかく手が空いている人は、自分たちで考えうる、できる限りのことを何かやってください。皆さんは役割分担して、とにかく工夫して、自分なりにできることはやって、とにかく前に進めましょう。
そんなもうなりふり構わぬ復興期がこれからやってくるんだろうというふうに思います。まあ、ある意味人の気持ちというのはあれああしなさいこうしなさいっていうのではなくて、頼ってるから何かお知恵を貸してください、あなたが頼りだからちょっと助けてください、そんなふうに頼られた時、その人は若者であっても、はい、じゃあやってあげよう、そういう形で責任感というものを感じていただけるのではないかなというふうに思うわけであります。そういう意味ではこの日本の社会の復興期にわたって、若者に、日本の若い人たちに任せる役割を与えること、責任感を持っていただくこと、そのためには若い人たちにちょっと任せたよ、いい知恵出してよ、そうやって役割を与え任せること、そういったこともこれからどんどんやっていっていただきたいなというふうに思うところであります。まあ、そんな若者の力をお借りしないと、まあ、まさにこの日本の経済も社会も立て直しがままならない、もう全力で日本国民全員が貢献できることは自分なりに貢献する、そんな時代が向こう3年5年と続いていくんだろうなというふうに思っているところでございます。まあ、この若者の出番ということを先ほどから私は申しているわけでありますが、まさに皆様方ご承知の通り、この日本の経済問題、日本はですね、国内的にはもう大変どうもですね、この縮小経済と言われて久しいわけでありますけれども、少し経済の方のお話をさせていただきたいと思いますが、日本のこの経済の低迷ぶり、この一つの大きな原因は何であるかと申しますと、これは実は少子高齢化なんです。これが大きな原因であるということはもう紛れもない事実でありまして、と言いますのは、人口が増えているときはですね、消費者としてのこの消費者の頭数が増えるわけですから、おのずとこれは放っておいてもですね、需要というのがどん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 毎年毎年拡大していくものであります。毎年毎年何百万何千万という新しい方々が誕生して、そしてこれが需要として加わって、人口が増えるならば需要がどん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 増えていく。ですから放っておいても企業も需要に対応するべく、ああちょっと生産ラインを増やして設備投資をしなければ追いつかないなと、そういうふうに設備投資にもつながっていく。ですから経済もどん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 拡大して、そして成長して、国民所得も豊かになっていくというわけでございます。しかしながら我が国日本は1995年からちょうどこの右肩上がりの折れ線グラフ、折れ線を通過して今度は右肩下がり、もしくは横ばいの経済に入ってしまったわけであります。95年から人口の低迷、そして減少が始まりました。ですから人口が減少しますと、今度は放っておくとですね、頭数、消費者の頭数が自然にどん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 減っていくわけですから、まず経済全体としての消費は減少していってしまう。ですから消費が減少すれば、なかなか物が売れなくなるわけですから、値段を下げないと売れなくなる、値段を下げなければ売れなくなるならば、借り入れをして借金をして工場の増設を増やしてもですね、工場を増やしても借金が返せなくなってしまうかもしれない。それならちょっと先行き不透明だから、設備投資をして事業所を拡大したり、オフィスを大きくして工場ラインを一つ増やすのもやめておこうと、で設備投資が萎縮して経済がどん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 縮小していってしまう。その負の局面に実は今人口の流れから言うと日本経済は入っているということでございます。ですからまあ大変な思いをしているわけでありますが、ただではどうしたらいいかということであります。まあ、私たちの社会はこの年金、医療、介護保険、この3つの社会保障、大きな問題を抱えているわけでありまして、そしてこの今月末にもですね、政府与党からは社会保障と税の一体改革と、まあ、民主党政権が今掲げておられるわけでありますが、その基本的な路線を結論として出しますということで言っておられるわけでございます。このまさに3つの社会保障分野でありますが、どうでしょう、高齢化が進みます。今人口の5人に1人は65歳以上の方々になりました。